いや昨日地上波で無限列車編やってたから、煉獄って字を見るだけでなんかちょっとうるっときちゃった。皆さんこんにちは、夢蔵です。今回は異世界おじさん第10話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの完成考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということでね、異世界おじさん第10話だったんですけども、いや、エルフがね、もう最高に可愛いんですよね。また今回も。前回もあのエルフかなり可愛い話で、今回もまあその続きでね、エルフさんと一緒に温泉旅行にね、温泉旅館か、行くことになるんですけども、なんかね、そこがまあ煉獄の湯って言われるところで、なんか日本語で書いてあるんですよね。表札が日本語で書いてあって、昔20年前にその異世界に転移したものが作ったっていうので、なんか88歳。のおじいさんが10日間だけ異世界に来てたみたいなね感じで、10日間どうやって帰ったのか少しあの謎なんですけども、なんか、まあ、そのおじいさんが作ったと、10日間で、ね、旅館作るっていうのもすごいし、本当嘘か本当か分かんない話みたいな感じなんですけど、そんな大事な話をしてる時もおじさんはねアイテム整理をするっていうゲーマーとしての癖が抜けてないっていうイベントだと思ってるから、その異世界の事象は全てもうイベントごとだと思ってるすごいゲーム脳なんですけども、まあ、エルフちゃんとねあの共に過ごすわけなんですけども、まあ、残念ながら温泉は一緒に入ることはなかったんですが、その温泉は入らずともね、その後ですよ、その後がねもう最高だったんですよね。普通だったらね、異世界に来ました、異世界で温泉っていうのは結構よくあるね展開かもしれないんですけど、ここあえてね温泉で一緒になんかするとか、温泉一緒入っちゃうとか、そういうHH イベントを起こすんじゃなくて、その後なんですよね。その後に一緒に部屋に入ってって、そこでやるっていうのがね、このまた異世界おじさんのね素晴らしいところ、そこをついてくるっていうね、いいとこですよね。まあそんなねエルフさんの苦労があって相部屋になるんですけども、おじさんがね、まあ例のごとくいつも通り、いやじゃあ俺こっちで寝るからっつってこうツンケンするんだよね。ここはねさすがにちょっとかわいそうだなと思ったんですけども、まあエルフからしたらね、もうまあいつものことなんですよね。いつもすごいいいとこでこう無下にされるというか、でもさすがにこうエルフもね1ヶ月走り探し回って、それでやっと見つけて、でエルフのおかげで竜から戻れたわけじゃないですか。それやっぱおじさんも感謝してて、おじさんも両親がいたんだんだろうね。その言葉を聞いて、本当は一人で寝るつもりだったんだけど、エルフにも気使ってね寝るつもりだったけど、やっぱりちょっと感謝の気持ちがあるから、何かお礼をしなきゃと思って、まあ足つぼマッサージをするわけですよね。いやこれがねいいんですよ。だって多分足つぼマッサージなんて多分異世界にないんですよ。この異世界にそういうのが存在してなくて、そのマッサージ技術をこの日本の旅館のところでやるっていうね粋ですよね。ここがね、もうそのマッサージがねもう最高すぎたんだよね。マジで構図が良すぎんか、素晴らしい構図だったよ。本当に入浴シーンよりも足つぼマッサージの方がエチエチに見えるって、もうすごくないか。最高だったよねマジで。エルフも顔も良かったしさ、もうなんか最後の方さ、いやもう気持ちいい気持ちいいからって言ってこうやめさせようとするって、気持ちいいからっていう どういう理由もう痛いからか分かんないけど、気持ちいいからって言って止めさせようとするっていう、もうさ完全にもうやっちゃってるよねこれそのおじさんもさ、このこちょこちょやされてさ、エルフにやり返されるんだけど、その時の顔もその時の顔もまるでさ絶頂に行ってるかのような , 笑い方気持ち悪い , 笑い方気持ち悪いんだけどさ最高だったよね。まあその一部始終全部勇者一個に見られてたんですけどもねおじさんがギリギリ気づいてね、なんとか大丈夫だったんだけど、あれもしかしたら最後までもっとやばいところまで行って全部見られてたかもしれないけどね。もう全部見られてるようなもんだけどさ多分エルフの大事なところほとんど見られちゃってるようなもんだけどさそこは大丈夫なんかな、王族として。まあでもエルフの浴衣姿ほんと可愛かったですよね。しかもなんか異世界のことも、異世界の転生者のこともすごい興味津々でいろいろ知ってたし、多分日本の文化、こう畳、すごい畳布団だとかさ、すごい喜んでたから、多分現世の日本に連れてきたらめちゃくちゃ喜ぶんじゃないかなって思うんだよね。でも実際
こうおじさんがさ、まあ、今現世に戻ってきてるわけじゃん。その時にエルフと絶対そういう話してるわけよね。お前来るかとか、オーク行っちゃうのとか、そういう話してるわけじゃん。でも多分さ、エルフのことだからさ、このおじさんにさ、お前も来るかとか、もし誘われてたとしても行くわけないでしょとか言ってさ、すごい強がって一回ツンをさ見せてしまってると思うんだよね。その時におじさんも前に受けて、そうだよなとか言って、じゃあ俺行くわとか言って本当に行っちゃって、そう、それで本当に行っちゃって、エルフさんがもう本当に行っちゃうなんてバカとか言って、すごい悲しんでそうだなってと妄想して、なんか悲しくなってしまった。ずっともう永遠に会えなくなってるわけじゃん今はさ。悲しいよね。こんなに大好きなのに、こんなにおじさんのこと大好きなのに、結局今離れ離れになってしまってね。今もおじさんのこと、もしかしたらずっと一人で探し回ってるかもしんないじゃん。ね、エルフって長生きだからさ、その寿命の限りを尽くしておじさんのことを探し回ってそうだし、まあ、もしかしたらね、異世界に来る方法とかをね、自分で編み出したり探したりしてこっちに来るかもしれないんだけど、まあ、本当は来てほしいよ。現世に来ておじさんとね、こうイチャイチャする姿を最後にもう一回見せてほしいなっていうね、希望がありますけども、ぜひ帰ってきてほしい。メイベルも来てほしいけどね、メイベルも勇者も来てほしい。みんな来てほしいな。まあ、それかおじさんがまた行くとかね。まあそれが一番、まあ一番安牌かな、おじさんがまた戻るっていうね、異世界に。こっちの世界にいてもね、こういろんな人の記憶を消したりしてね、結構危険な人物なので実際かなり危険だからね。沢ちゃんと千秋くんのね、あの記憶また消そうとしてたからめちゃくちゃ面白かった。千秋、沢逃げて全力で逃がそうとする。最初沢ちゃんが来た時にさ、いや全然大丈夫だからみたいなさ、もう富士見むしろ逃げてって言われてて、いや全然大丈夫だから、おじさんこう見えても優しい人だからとか言ってね、おじさんも、いや瀬川は全然そういうのじゃないって、あははもうとか言って全然大丈夫アピールしてたのに、結局最後沢千秋逃げてって全力で逃がそうとするって、やっぱり危ない人だったみたいなね、そのオチが最高だったよね。千秋くん久しぶりに出てきたけどさ、やっぱ初見だと怖いよね小学生に見えない会話もやばいじゃん、あの顔からのさ、あの顔してさ、もういいメス捕まえたんだよねとか、動画撮ってネットに流してるんだよって言って、へえいいねとか言って、高文と2人でね話してる会話めちゃくちゃ怖かったそりゃ藤宮のこと心配になるよ、友達もねカブトムシの話でしたけど、結局カブトムシのメスの話だったんだけど、旗から見たらめちゃくちゃやばい話してるっていうね。いやほんとやっぱね、異世界おじさん面白いなと思わせてくれる1話でしたね。マジでレベル高い。先週からね放送が再開されたわけなんですけども、やっぱ異世界おじさんレベル高いなと思って、今期ただでさえレベル高いのに、その中でね一旦延期してまたね途中から再開したわけなんですけど、それなのにね、この今の作品たちと作品たちのトップレベルに肩並べてる面白さっていうのはね、ほんとすごいなと思いました。はい、ということでということで以上、異世界おじさん第10話の感想と解説でございました。他にもね、アニメの感想など、毎週動画更新しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録、動画の拡散などもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。